統合軍とは2つ以上の軍種を地域、または機能別に統合して指揮するためのアメリカ軍の部隊単位である。現代の軍隊においては各軍種が高度、専門化してきている。それと同時に、作戦行動の際には軍種によって指揮系統が分かれることは、作戦の阻害要因にもなり、軍種を超えた統合司令部を設置することが望ましいこととなっている。 アメリカ軍はこの考えに則り、二つ以上の軍種を地域別、機能別に統合した統合軍を編成、設置している。編成の指示は、統合参謀本部議長の助言を得て、大統領が国防長官を通じて行う。2014年時点では6つの地域別統合軍、及び3つの機能別統合軍がある。なお、2014年時点で編成されてはいないが、 これら統合軍と同格であり、一軍種で構成された部隊は特定軍と呼称される。作戦式については、大統領から国防長官を通じて、各統合軍司令官へと指示される。統合参謀本部議長は、指揮命令の伝達や実行に際しての調整、統合軍の行動の監督等を行う。アメリカ軍は、第二次世界大戦中のヨーロッパ戦域で、 統合司令部を組織していたが、太平洋戦域では陸軍系と海軍系の二つの指揮系統となっていた。第二次世界大戦終結後にヨーロッパ戦域のような統合司令部を平時にも常設することを検討し、1946年12月に現在までつながる統合軍編成が承認されることとなった。最初の統合軍は以下のような地域別統合軍であった。 極東軍と太平洋軍が分かれているのは日本占領任務に関する陸軍の主張が通ったことによる。各統合軍司令部は統合参謀本部の指揮で作戦を行うが、統合軍に割り当てられない部隊は各軍種の長の指揮下にあり、戦略航空軍団も統合軍に割り当てられなかった。1947年の国防法は統合参謀本部に法的な基盤を与え、 戦略地域における統合式を行うとされた。また、同年中に北東軍を除く各統合軍も実動し、大西洋艦隊は大西洋軍に解消した。北東軍の実動については、カナダとの調整があり、1950年のこととなった。なお、北東軍は、実動から6年後の1956年には、大陸防空司令部の拡充に伴い、 これに吸収、統合される形で廃止されている。1961年3月には戦略機動兵力として陸軍、空軍からなるアメリカ打撃軍の編成が加齢され、1962年に実動を開始した。また、1963年にはカリブ軍がアメリカ南方軍に改編されている。1972年には 打撃軍がアメリカ即応軍に改編され、さらに1983年にアメリカ中央軍となった。このほか、1975年にアラスカ軍が廃止され、1985年には宇宙防衛を担当するアメリカ宇宙軍が編成されている。統合軍に最も大きな変化があったのは1986年のゴールドウォーターニコールズ法制定である。それまで、 統合軍編成はなされていたものの、JCS 権限の不足や、核軍種の長の指揮、責任範囲、核軍種の対立などの問題により、統合作戦に支障が生じる場合があった。ゴールドウォーター・ニコルズ法により、作戦指揮系統が整理され、JCS や核軍種の長は、作戦指揮系統より外され、JCS の補佐のもと、大統領から国防長官を通じ、 各統合軍司令官へ直接指揮を下す方式となったこの後もアメリカ軍は統合軍編成を随時見直しており、1987年にはアメリカ特殊作戦軍とアメリカ輸送軍が新たに編成された。1992年にはアメリカ戦略軍が編成、核攻撃作戦系統も整理された。1999年には冷戦後の状況を踏まえ、 大西洋軍を改編し、アメリカ統合戦力軍が設置された。同時多発テロ事件後の2002年には、アメリカ合衆国本土防衛のため、アメリカ北方軍が置かれている。その後、アメリカアフリカ軍が2008年より実動を開始している。このように、近年は新たな統合軍の新設や改編が続いていたが、2011年には統合戦力軍が、 国防費削減策の一環として設置から10年余りで廃止されている。また2011年4月の地域割当ての改正では特に北極エリアの割当てが見直されている。北極点及びその周辺は各東高軍の協会であったものが北方軍の担当エリアとされた。2019年8月20日、ジョセフ・ダンフォード統合参謀本部議長は 宇宙軍を再度発足させると表明し、2019年8月29日実際に再発足した。同年12月には陸軍などと並ぶ軍種としての宇宙軍も編成されており、これとの区別のためか、再発足時の日本のマスコミ報道では宇宙統合軍の表記も多い。統合軍の地域管轄地図管轄地域別機能別大統領、または 国防長官の許可があった場合に、統合軍司令官によって、統合軍令下に副統合軍が置かれる場合がある。副統合軍は、その上位にある、統合軍の地域的あるいは機能的な任務の一部を担当することになる。副統合軍司令官には、その担当する任務において、副統合軍に対して、統合軍司令官と同等の権限を行使することが認められている。 副統合軍の礼、ありがとうございます。